はい、やっちゃった今年のベストオブ幼稚園児ストーリーに悪口書きましたやばいでしょもし右京がパワー系を思いっきり好きにやったらどうなると思う？いや、通用してないと思います。吹っ飛ばす可能性がここ行こう、ここ行こう、ここ行こう、3番行こう。さあ、言うてありがとう。さあ、キーありがとう。さあ、もうちょい、1K 以上頼むよ、1K 以上。おいおい、マネーシューター1K 以上頼むよ、リコありがとう。これがごばん。はい、グラル負けじゃないっすよ。そういうことです。ありがとうございます。はい、ピコピコ判断も。はい、ピコピコ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 。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。どうも。お世話になってます。それじゃあね、左の人たち、盛り上がってますかい？限りなく陰キャ感出てますけども。これは後で、長いですよ。札幌支部、表彰会2023ということでやってまいりました。皆様の、1年間頑張った表彰がこれから行われます。そしてゲストで最高幹部、まあ、時期と言われてますけど、もうほぼ最高幹部、右京勇気来られてますから、お願いします。はい、君めっちゃ髪の毛持ってるね。それヘアメイク、なんて言ったらそうなるんですかね。右からの強風、ありがとうございます。次回は左からも挑戦してほしいところですけど。はい、それではね、札幌支部表彰会2023、ますますの今年の繁栄を祈って、乾杯！乾杯！それでは、札幌支部、2023表彰会の方開催します。まだ間に合っていないということで、ちょっと待って、一回右京が怒ってるかどうか。あ、笑顔です、笑顔です。笑顔でした。でも第8位ドリーカイフリーナー、本日はね、バルハラからね、僕にいない人が来るということで、この部屋にしました。知らない人から笑われようが何されようが、胸張っていけるように頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。ボリーナイスでした。真似てるやん、真似てるやん。俺の幹部で表彰される中で、はい、北海道の、クルマスをやらせていただいてます。夢の共演です。え、できないじゃん。ちょっと顔に似とるっすね。相変わらずやっぱちょっと顔に似とる。だからこの幸せをね、みんなに伝えたいなって思って、一緒に頑張っていけたらなと思います。よろしくお願いします。よいしょ。それでは八代美代会長、お願いします。2023年度お疲れ様でした。僕は札幌店のことを愛すべき活動もと呼んでます。あ、笑う方だったんだけど、笑えないね。うん、そうだね、僕は札幌に出店するにあたって、東京に行く必要がないお店を作りたいと思って作ってたんだけど、クオリティ、売り上げ、最初はそういったものを追いかけて、ね、東京はこうだってやり方で進めてきた札幌なんだけども、そこと戦ってきた3年間だったなと思います。今ホストクラブに僕が求めているものは、10年先でも継続できる、そしてやっててよかったと思える仕事にしてほしい。ただそれだけ考えてこの仕事をしていて、朝まで酒飲むなっつっても飲むし、喧嘩すんなっつっても酒飲んで喧嘩するし、よくわかんねえストーリーあげるし、ですげえ腹が立つなって思うことも多々あるんだけども、もっともっと俺たち教える側がちゃんとして、それをきちんと続けていければ、そういったものって減っていくかなと思ってて、
この町というか、まあ、この支部に関しては長い目で見ていこうと思ってます。ちょっと東京押し付けすぎたなと、言うことはこうだからじゃなくて、こういう仕事、こういうポストがいいっていう人間が一人ずつ増えていかないと無理だなって思ったから、そういった状況を作っていけるように長い目で見て、でも楽しくやっていこうかなと思ってます。札幌のホストクラブは結果ユグドラシルからきちんとした人間が生まれたねって言ってもらえたら嬉しいなと俺は思ってます、ね、売りかけの廃止とか新規未成年の禁止とか、他店では絶対やらないことを札幌で推し進めたけど、みんなそこに関しては理解してくれてると思うし、結果そういう一つ一つの常識感っていうのを修正していかないと、きちんと社会を歩けるホストって育たないと思うから、立派なホストになっていきましょう。じゃあ今日は楽しく帰りましょう、2023年度お疲れ様でした。はい、ナンバーで今日ステージに上がった方はステージの上に集合し、皆さん遅れたりはい、皆さん写真ここから撮ります、ここから撮ります、もっと前詰めてください。すいません、ちょっとあの百鬼夜行の会場間違えてました。はい、トップ3の方は中心に集まってください、ね、それやりたかったんですよ。必勝なんでわかんない。はい、それではこちら向いてください、写真撮ります。3、2、1、はい、何枚かいきます。はい、こっちでいきます。3、2、1。なんで下等なの。わかりやすいかな、大体このシーンわかるじゃん。お前さ、なんで下等すんのとさ、表彰台活動下等優先すんの。すいません、うちの京屋さんがちょっと仕込みが時間かかっちゃって、あのすいません、もう一度あのナチュラルな感じでお願いします。24日、すすきのにて百鬼夜行を起こします。ちょっと、なんかもう一回お願いします。ちょっと分からない。はい、12月24日すすきのにて、百鬼夜行を起こします。もう一回ゆうたちゃん、一言挙式紫よ。はい、やっちゃった、もう今しかねえと思って。まだ整形して24時間ギリ経ったか経ってない。もうほやほや。あ、ほやほや。2日連続でやった。どこやるんですか。秘密。実は難しいんですよ、この街が一番。あのね、悪い人はいないの、本当の犯罪者みたいなやついないの。その代わり本当にアホが多い。他店はやってるじゃないですか、いやダメだよ、うちでは、周りはやってるじゃないですか、いやダメだよ、うちでは。俺3年一生繰り返した、あ、いた。はい、僕っすか、今年のベストオブ幼稚園児。あ、はい、すいません。ごめんなさい、本当に。去年はめちゃめちゃ揉めましたね。僕が子供すぎて、はい、ちょっと先ほどステージで会長言ってたことをほぼ全部俺です。全部じゃないし、別にたけるだけじゃないけど、はい、年間ナンバー2がこのノリなんすよ。すいません。これっすか。あ、どっちも。ここから見る。ここ何で一番揉めたんですか。一番揉めは、ストーリーに悪口書きました。やばいでしょ。サウナ入ってたらすぐ電話来ました。びっくりしました。何書いてますか。
まあ書いた内容っていうよりは、はい、あのストーリーって音楽載せれるじゃないですか。あれ喧嘩上等にしました。おーおーおーってやる。お前俺のこと言ってんのかってすぐ電話来ました。怖かったっす。そうそうすぐ電話来て。はい。浮世さんどこにいる？あいた。今日は怒ってない。怒ってないです。今日怒ってない。はい、今日怒ってない。今日怒ってない。いや難しいですねこの札幌の。うん、僕がパワー系できるのってあくまでこうフォロー入ってくれる人とか、まあ、こういう人いるよなっていう歌舞伎水準が多少あると思うんですよ。そこを含めてアプローチ相当工夫しないとこう吹き飛ばす可能性がえ、もし右京がパワー系を思いっきり好きにやったらどうなると思う？いや、通用しないと思います。通用しないの結果ってどういう形で通用しないと思う？仕事に対する脳内の比率を下げる形で対応されると思ってます。バイトになりますとか、すごいすごい、他を充実させて仕事に対してっていうよりはじゃあ副業ちょっと考えてみたりとか、脳内のこのホストに対するパーセントが例えば 100% でホストやっててそれ全否定されたらきついじゃないですか。かといって北海道って移籍の選択肢もそこまで多くないし、ホストの以外の職業をやりたいっていうわけでもないと思うんですよ。だから湯布道が嫌いにはならないけど、右京さん嫌いの状態になって、じゃあちょっとなるべく関わりを避けようの方向だったり、現実逃避をするだったり、そういう仲間を派閥を作って、そしてみんなで飲みに行く、自己肯定を何か他の要素で補う形でうまく逃げられるとか吸収されるのかなっていう。その状況に妥協したのか馴染んだのか今自分が分かんないのが俺の状況で。も嫌いじゃない、なんかなんか光る原石みたいな感じで一人を見つけるところからのスタートになるような気がします。まあ一応いるんだけどね、もうねダントツナンバーワンね、札幌の。まあやっぱりそういうダントツナンバーワンのモリリンとかモリリンじゃん、ロマンやロマンまあ俺としてはね、やっぱりそのマーケット占有率シェアを 20% から 25% 取っちゃいたいっていう認識だったけど、ご時世的に今じゃねえなって思ったから。レクレーション決まった？明日どこ行くの？あ、冗談系、ああ冗談系で汚染、おお、ダウンタイムだけど入っちゃおうで、まあ今年は楽しく行きましょうや。お疲れ。俺の仕事なさそうだこうなると思って呼んでないミオさんどこ整形したんですか？秘密本当にやる時間なくてダウンタイムで来るっていう、やったと後悔した。俺ならもっとダウンタイム早いだろうと。盛り上がり具合が、まあもともとそのパフォーマンスはある店だから。今日もう2年ぶりじゃない来たの？本当に2年ぶりです。めっちゃ楽しい。来る？これから月1。嘘だよいやでも普通に札幌めっちゃ好きっすわ街が、気持ち分かっちゃいますね。今日はそんな札幌対右京の終電楽しむわやるんすよ。だっていややりますけど、いや、かまさないっすよ。まあまあ別に、あそんな年中パンチラインみたいな感じじゃないんで、あ、かませない。嘘だよ、嘘だよ、嘘だよ。お疲れ。今日は活気があって楽しく仕事できたかなと。特に最近ね、分店してしまってから店が暗い空気だったことも多々あったと思うけど、当分はこの活気の中で仕事ができるから、まあ、ポジティブに楽しくやってもらえればと思うんだけども、ホストって仕事をしてて一番注意してほしいのが、売上が上がろうと仕事が楽しかろうと仲間が褒めてくれようと、社会人としては俺たちってすごく低いところにいるってとこだけは気をつけてほしいなって。
っぱこの仕事をやるにあたって、売れてる子のお金遣いや遊び方、外での振る舞いってものが良くない、そのまま貯金がないとかトラブルを起こしたとか、そういった形でこの仕事を脱落してった人間がたくさんいるんだよね。俺もこの店に関しては実際のところ好きか嫌いかって個人的感情で言えば好きなのよ。楽しい、面白い。でもそれが君たちのためになると思えないことが多々起こる。この店で一番の悩みって俺そこね。売れることがゴールではないんだ、この仕事って。あくまで過程なんだ、売れるって。俺は正しいって勘違いしちゃう子が多いんだよね。俺の中の判断基準は君たちのためになるかなんないか。お金を持つことと売れることの魔力に気づいてない子が多すぎるから、そこに気づける店になって、そこをきちんと克服できる子ができた時に俺もやっと緩くここで仕事ができるかなって思うから、そこを目指して頑張ってください。はいはいはい、それでは指令見てもらいます。それです、それです。カエルさんと皆さんが一緒の部屋です。あ、違う、皆さん一人部屋です。あ、すごいです。当たり前です。当たり前です。皆さんの部屋だけ、スイートルームです。あーすげえ、すごいっすね。でも皆さんの好きそうなのはこのこっちです。どこ？この、この扉の向こうっす。お？え？ん？お？この匂いはサウナ好きです。サウナ好きだー。すげえ、熱っ。でも大事なお知らせがあります。多分一緒に入るの長谷だ。え、俺入っていいですか逆に。いや、ぶっちゃけ嫌だけど。髪行くの髪行くで彫刻を絞ってとは、カメラの前で YouTube のコメントを読んで。俺に舐めた口聞きすぎじゃね、さすがに。お前のためにゲスト出勤してるわけじゃないよ。人のせいにするな、本当に。選ぶ言葉が汚いよ。実際自分で見ても自分のことがキモいなっていう、本当に飛ばしたいぐらい。人に怒った側の方が案外気にしてることあるからね。トアの肩を持つ気は別にない。ないというかまだわからないし、僕は行動で見たいんですよ。年間1億本当に狙ってるんで、やめたら。お前の実力じゃ1億は無理だから、そんな言葉を出すな。